若柳吉蔵でございます。流儀の公式の YouTube はあるんですけれども、息子の提案で、またちょっと違った砕けたといいますか、そういうチャンネルももちろん日本舞踊をしたいとはしてるんですけども、違ったチャンネルをいろんな視点からこう取り上げていって、一般の方にも見やすいようなチャンネルにしようということで、この度吉蔵の扉というタイトルで、させていただきます。よろしくお願いいたします。この番組の趣旨といたしましては、もちろんあくまでも日本舞踊というものを主としていきたいと思っているんですけど、まあ、日本舞踊に、携わるものと、また例えば舞台のこう裏側でありますとか、それから普段舞台に向かってお稽古をどのようにしているかとか、そんなことも伝えていけたらと思います。そして、普段は、プライベートなことですよね。普段はどんな日本舞踊家生活をしている、趣味はどんな趣味があるんだろう、それは人それぞれ違うと思うんです。私であったらゴルフでありますとか、それからまた、お行ですよね。お行を、滝に打たれたりとか、お行をしてるとことか、先生が許したらお見せできたらと思っております。そして、この私住んでおります生まれ育ったこの京都伏見、こちらの方もいろいろご紹介できたらと思っております。やはりですね、日本舞踊っていうのはどうしてもこう敷居が高いっていうふうに思われがちなんですけども、それをできるだけ親近感といいますか、湧くように、ちょっと私もこう日本舞踊家のくせにちょっとふざけてるんちゃうかとか、何してんねんって言われるかもしれないんですけど、やはり、見たこともない、触れ合ったこともないっていう方が、日本舞踊というのは、こんだけ身近なもんですよっていうのが分かるような、番組作りをしていけたらと思っております。よろしくお願いいたします。